はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。めっちゃ久々動画撮るん。まあ、久々でもないか。まあね、とりあえずね、大阪と、東京のね、解説が終わりました。どうでした？まあちょっとね、初めて解説するんで、ちょっとぎこちない部分もあるかもしんないんですけど、残すはね、福岡大会も残ってますんで、ぜひそちらの方も見てください。でですね、まあね、この解説しながら思ったんですけど、俺そろそろ非表示の大会やらない、やばいなと思って。俺そろそろ非表示の練習しないとやばいなと思い始めたんですよね。全くリアタイやってないんですよ、本当に。なので、もう非表示もね、もちろんやってません。なので、本日は、ちょっと今ツイッターでね、募集して、ツイッターかな？イントネーション、ツイッターのイントネーションが間違ってる。まあいいや。で、まあ今から募集するんで、まあ早いもん勝ちでね、入ってきた方と、リアタイのね、ルーム戦の勝負したいと思います。まあちょっとね、僕のこのモチベーションが若干駆り立てられた部分があるんですよね。解説してて。なのでね、まあ今日はね、ちょっとまあどんな方が来るかわかんないけど、まあ2試合ぐらいして、ボコボコにしたいと思います。いや、1試合かな？ 2 試合。まあもしかしたら2回に分けるかもしれない動画を。うん。3回やるんで結構長いんですよね。3回の裏までやるんで。で、多分非表示やったらもしかしたら延長戦行くかもしれないんで、ちょっと1試合にしようかな。で、また1試合。まあ2試合やるんで、今日多分僕は。まあちょっとわかんないけど、まあとりあえず試合やっていきたいと思います。はい。では行きましょう。はい。ということでやってきました。めちゃくちゃ久々。しかも相手の方僕よりレベル上でしたね。うわー、めっちゃ久々やな、リアタイやばい。ちょっと頑張りたいと思います。非表示ね、僕がどんだけ今通用するか、はい、やってみたいと思います。いや、めっちゃ楽しそう、面白そう。じゃあ行きます。さあ、非表示ね、非表示なんで、まあ、僕ね、もう解説してるんでね、非表示の大会を。なので負けれない、絶対絶対負けれないよね。もうあんだけ生きて解説してるからね。おお、やば。え、甘くない？ストレート、もしかしてこれ裏修正入ってない？これ、え、ストレート裏修正入ってね、コントロール悪くなってない？そんなことないか。で、こういう時にスライダーを入れると引っ掛けるんよ。あー、これあかんわ。あ、よし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 。じゃあ、タンケ、うん、タンケ、ビシエド違うけどね。ワン入れようかな。ワン怖いな。やっぱ速い球の方が打ち、そうか。もう一丁ワン入れようか。よしよしよし。で、もう一回ストレートね。まあインハイの方がいいんやけどね、多分。おっしゃ、ナイスボール。今のは無理。あの大会でもそうでしたけど、やっぱビタビタに決められるときついんですよね、四隅ね。で、相手のピッチャー則本投手ね、苦手。うん、一言で言います、苦手です。はい。うわ、なんか撮影しながら、なんか久々の新鮮なリアルタイム対戦。いきます、一発目ね。よっしゃよし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 、見えてる、うん、見えてる、225、うん、見えてる。よし、ちょっと言葉数少なくなるかも。久々のリアタイなんで、ちょっと言葉数少なくても許してね。よし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 。まあまあ、今のはね、変化球張ってたかな、若干。うん、ストレート打てない意味ないよね。で、ホームラン打たれた後ストレートあるあるね。いやー、投げんかったな。うまいね。よっしゃ。抜けたでしょ。よし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 。まあ、ストレート打てるな。あれ、非表示って、あれ、これ非表示っすよね。あれ、俺非表示関係ないんかな。え、これ非表示？ちょっとごめん。リアタイやらなすぎて分からへん。ごめん、ちょっとコメントでお願いします。多分ね、ルールは非表示にしたんですよね。今日これが非表示なのか、表示ありなのか、もう分からなくなってます。いや、どうなんやろ。まあいいや、まあまあ、ちょっとその疑問は捨てます。ちょっと打てなくなりそうなんで。 OK。 しゃあ、多分ストレートでしょうね。それかチェンジペン上げてくるかもな。ここで勝負のチェンジペがあるからな。結構勝利のチェンジペみたいな言い方したけど。あー、打ってまうんよね。追い込まれてからこのユニフォームめちゃくちゃかっこいいよね。ティッカー、あの追い込まれてからのボール球って振ってしまうあるあるね。これめっちゃかっこいいな、このユニフォーム。もうた、よし、オッケーオッケー。スローカーブかな今の、則本選手。じゃあ、ヒデト選手ね。あ、これコールドあったっけな。かよ。じゃあ、渡辺マリルね。2試合するよ、1試合で終わらす予定やったっけな。動画コールドにしてしまったらちょっとあれやな。よし、落ちたでしょ。よし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 。あかんけど、ちょっとカス当たりっすね、ストレート。あれをね、引っ張れないとダメなんですよね。あれを引っ張らないとストレートにまだついていけてないという判断になります。おお、来た、思い出の西野投手。カンタ君がね、去年の全国大会の決勝で使ってきたよね。
フォーク2種類あるやん。あ、やばミスった。あ、スライダーあんのか。よくないよ。おー、これね。オッケーオッケーオッケー。投げた後マウンド降りるなし。小さいフォークはどういう回転なんかな。今の回転遅かったから小さいフォークは回転早いんかな。どうなんやろ。うわー、どっち今の。ちょっと変えるの早すぎたな。3回やるんよね。この辺の代打構成も結構難しくて、3点じゃまだ変えんくてもよかったかもな。敦也選手あー非表示やわ非表示やわ。うーわ、エッグやばいやん。バリ強いやん。レベル選手めっちゃ揃ってるやん。まあ俺が言われ、あ、うまやば、ストレート打たれる。これカットボール危険なよね。ちょっと一球投げようか。カットボールね、上手い人ホームラン打ってくるから見といて。あ、スライダー呼んでたな今。うーん、何の、うん、おおで多分ストレート張ってるよね。次、あ、うまい。おー、危ねー。で、ストレートまだ張ってるんやけど、ストレート行くんよ、ここ。よっしゃ！おい！でね、こういうとこで一球ね、外角見せるんよ。あ、こいつ外角投げてくるんやな、みたいな。お、ビップ外角投げてくるんや、みたいな。うん、そうそうそう。取ってよ。ナイス。でから次またね、インコースですよね。これ僕の配球バレへんかな、大会前に。大丈夫これ。うまい。うん、うまいうまい。今ね、打たれる予感したわ。うまいうまい。ただここゼロで抑えたい。タイピンチ出て、ナイスタイピンチ。はい、山田、おいおい選手、あ、変えるか。山田、おいおい選手はインコースが見えないんで、もうね、菅野投手が大好物ですからね、山田選手。うん、もう一球いくよ。もう大好物、菅野投手からしたら山田選手大好物ですから。ほらね、見えないんですよ。コナミさん、これ変えた方がいい、マジで。まあコメントではね、いや見えるしみたいな、山田、おいおいインコース見えるしみたいな言う方いると思うんですけど、僕見えないんですよ。だから言ってるだけです。はい、okay、いいね。やっぱりユニフォームが、特殊ユニフォームがあるとね。ボール、よし。今のちょっと大きいフォークを予想してカーソル下に過ぎたな。よっしゃ、うん、外角もついていけるね。 OKOK、 衰えてない。これから練習するよ、決勝に向けて。僕は2連覇するか。2連覇それとかな。次、あ、結構むずいな、西野投手。あ、ボールか。むずいな。いい発見。ゲリラールーム戦、これからやっていこうかな。ちょっと、募集でね、練習で。撮影するかもしれんけど、その時は。名前隠さないよ、もう僕。この撮影は、許可得てやってるんで。オッケー。あ、あ、くっそ、え、マジずれた、今。オッケーとか言っちゃったし。オッケーきっしょ。あ、終わった。 ありがとうございました。いやー、マジでありがたい。はい、ということで、ごめんなさい、ちょっとね、2試合目いきます。ちょっと早く終わっちゃったんで。でね、相手のピッチャー、また則本選手なんですよ。これ多分ね、分かった。俺が解説の時に則本選手が苦手って言ったのを多分お二方とも聞いてたんじゃない。これどう、多分ちょっとコメントください。則本選手偏りすぎ、これ。だって別に菅野選手でもいいやん。やっていきましょう。いやー、ミスった。やばい、さっきのように一筋縄にはいかないね。ちょっとな、一試合慣れてしまうとね、打てない部分も出てくるんでね。おお。じゃあ集中。OK。次、ストレート入ります。OK。うわあ聞いた。いやー、ちょっとストレート張ってて打たれへんな。マジで衰えてんな。よしよし、集中。オーケー、次絶対ストレートだ。もうストレート以外空振る。いや、打っていくー。うわあ、もうやば。ちょっと待って、マジ下手なってる。やばい、下手なってるって言ってもさっきやったとこやけどね。いやー、どうしよう。高速シュートから入るかな。怖いなー。オッケーオッケー。多分ストレート張ってるとは思うんですけどね。ただ西投手のこのビタビタどう。あかん。いや、あかんぞ西投手。もうちょいビタビタに決めて。俺のカーソル、うわ、こんえ、タンケこんわ。しかも広角打法ついてんねんけど、外角投げられへんねんけど。西投手の外角のカットボール絶対危険。おーよっしゃ
普通に喜んでます。ごめんなさいね。久々のリアタイすぎて普通に喜ぶから俺。これしかも負けたら俺もう日本一じゃなくなるからね、もうこの時点で。もう練習時点で日本一剥奪。よし、やっぱ強いな。一応延長2回に設定してるんですけど、延長にはいかないようにします。はい、決勝でも延長には行きたくないぞ。ストレートハロー。いやーボール。いやーストレート読んでたな。もう一回ストレート。また OK。 今のボールね、手をついていってたから今。 OK。 声出るわ、声出る。ごめんな。オーケーな。どういう投げ方どういう投げ方今の。いくよ、ツイストするよ、ついるよ、頭残すよ。オーケー、頭残すよ、頭残して、意識して、ツイスト打法。うわ、今ストレートやったら言ってたな、早すぎた。いやーここで来るかー、うまいな。いやー苦手ぜひ決勝大会では則本投手使わないでください。ボール、次来るやろストレート。ここでチェンジベ来たらうまい人。いや違うか、変化球はついていけるんですよ僕。まあストレートも打てるけどね、うん、弱みは見せないよ。ストレートも打てるけどね。さあデッドボール大丈夫みたいでしたね、新之助選手。さあ行くよ。あ帰るか、マシアンちゃん。ここマシソン選手来たら嬉しいな、練習なるし。あら、あー待ってなかった部分があった。今次待つ。 OK。 よし、ええ今の遅れてんねや。そっか、今の遅れんねんな。もうちょい早く振らないといけないみたいですよ皆さん。惜しい。いや今のピッチャーに取らしたらあかんで、うん、内野手体力使わないためにピッチャーフライは全部内野手が取りに行くっていう高校野球のルールの掟があるんですよ。プロでもそうでしょ。ちょっと縦数いってみよう。縦数うまい人は打つけどね。うわあ危ねえ。でそろそろストレート来るやろ、ビップっていうところをもう一回ストレート。いやー低いな。あーちょっとカットボール投げてみようか、インコース。どういう反応するやろこれ。手出さんかったらな。あやば、信頼のストレート、西投手のシュート回転。あいいボール打つよね、絶対打つ。あれはめっちゃいいボール。甲斐拓也帰るでしょう。さあ森、甘くいかんとってね。カットボールマジで怖いわ、投げんの。いつからこんなカットボール投げるの怖くなったんでしょうね、リアルタイム対戦で。取ってナイスフェア。よーし、まあ、もしかしてあと1試合ぐらいするかもしれないんですけど、ちょっとリハビリも兼ねてなんで、ここでしっかり打っときたいですね則本投手。さあワンワン。うわー、そやね、今のねスプリットに見えたんやけどな。言い訳。おいおい、え嘘でしょ。やっぱなんか打った瞬間声出す癖ついてる。うわうま、ここでストレートか。 OK。 2球今のね、もう1球ストレート来とったら俺空振っとったな。 OK。 あ変化少な。おいフェフェフェ、ちょっと変えるわ。ちょっと三尾さん試すわ、ここで。あの決勝大会もなんか三尾さんね結構通用してたんよね。打ちにくいんかな。おい、このパワーカーがね、ほら甘い、これね、これ今の絶対いかれるから、あれが甘くなるんよパワーカーが。そこなんよ、だから三尾選手ね、パワーカーが甘くさえいかなければ本当に強いんですけどね。これは入るな。よし、制球上げてほしいよな。いやセーフなりそう。うわやば、あ亀井選手大好き、亀井。おい、おい、しゃあありがとうございました。まあちょっと不甲斐なかったかな。
うん、まあちょっと大谷投手が来た時やばそうな感じするんで、これから練習していきますね。もしかしたら次の動画、まあもう一試合ちょっとやるかもしれないんで、まあ今日はねこの辺で動画終わりたいと思います。ありがとうございました。